ドケンザカ TV 入れてくださいよ。はい。高いや。なんて？高い。安定しない。やべ。いい香りが。背伸びしないと入れらんない。別にいい香りが。こっかな。心臓の音が聞こえるよね。ベクシューっていう。絶対できない、これやってる最中にベクシューが。もうなんか目が一応真剣じゃん、彩香さん。目が一応真剣ですよ。プロですから。今話しかけないで。そんなことですか。ここで入れるの大変なんですよ。こんなところで私は本当は入れられないんですよ。本当ここ台高くて。なんか入れてる姿かっこいいな。何だその足さプロフィッショナル。大変がなんか言っとりますよ。よし。お、こっちの方まで匂いが来ましたよ。香りが来ましたよ、香りが。とっちゃん、正面の位置にいる俺が素晴らしく香る。600円です。香りだけ。中身を飲んでもいいけど600円です。いっぱい600円です。香りで600円は高い。NHK かな。動画これ YouTube に載っけか。シーみたいな。勝手に匂いだけ嗅がせといて。あんた NHK 見てますよね。ニュース見ますよね。こっちか。大丈夫ですか。よ。うん。うんうん。濃くていいっすね、やっぱね。ストロングっつうんですか。これ、ね、なんて紹介すればいいんですか。なんて紹介すればいいですか。うん。なんて紹介するんですか。豆が何でとかってありますか。あ、種はブラン、ブラジルで。おう。ブレンド、ブラジルとキャビアかな。うん。うん。基本的に、そこのコーヒー屋さんは、うん、極度な渋みとかそういうものが好きではなくて、ほう、本当になんですあんまくどさがないというか、すっきりした味や豆を焙煎した。豆によってフルーティーというか酸味があるとか、そういう
豆ももちろんあるんですけど、豆の基本的にお味はそんなに少ないというか。まあそうですね。あーコーヒー飲んでるって気がするわ。下の奥にの方に感じるこの苦味がいいですね。やっぱり寝るで入れると多少こう味わいが濃くなるというか、またペーパーが違ってちょっと味が柔らかく感じる味になります。うんうん、まあ俺は今日これ初めて入れてもらったのであれですけど、またなんか違った味楽しみたいですね、これはこれで。で、もう一個あるフレンチはもうちょっとコーヒーの甘さがはっきりしてて、うん、すっきりしてる味にして、それはあくまでまあブレンドコーヒーなので、うん、ちょっとオーソドックスなコーヒーの味がします。ああ。まあうまかったっす。今度はね違う味を楽しませてもらおうと思います。ではでは、はい、道玄坂 TV。